はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画。今回は、ノンアルコール、チューハイですね。久々にサントリーの、ノンアル気分。ノンアル気分の限定。白ぶどうスパークリングです。アルコール度数 0.00%。果汁が 1%。カロリーゼロで、糖類がゼロ。華やかなお酒気分が楽しめる、白ぶどうのスパークリング。嬉しいカロリーゼロ&糖類ゼロ。原材料がぶどう果汁と、シャドルネ、違った。シャルドネワイン、エキス。過去ノンアルコール。と、デキストリンと酸味料と香料と、甘味料。過去アセスルファム、ケイト、スクラロースとカラメル色素となっております。当商品は20歳以上の方の、飲用を想定して開発しました。ほう。確実にこれ多分ブドウジュースだと思う。舐めやがって。20歳以上の味覚を舐めんなよ。これずっと思ってたんだけど、シャドルネワインじゃない、ないんだね。シャルドネなんだね。俺ずっとワインのさ、シャドルネワインだと思ってた。シャルドネワインって聞いたことありますか？俺ずっとシャルドネじゃなくてシャドルネワインだと思ってた。違うんだ。一応ワイン使ってるらしいけど。まあ、ただのマスカットジュースだと思う。乾杯。酸っぱい。あ、酸っぱいな。甘いんかなと思ってたけど、いや、酸っぱいな。むしろ。ノンアル気分。あれ？なんかページ読み込みエラー。あれなの。あれが狂った。ちょっと待って。ちょっとサイトにアクセスできない状況が。やばい。あれなんでサイトにアクセスできないんだこれ。たまにバグるんだよな。これかな？これかな？一回電源を切って、たまーにバグるんだよな、これな。俺のアクセス、NTT のラン、あの、アクセスっていうか、Wi-Fi っていうか、あの、光たまにバグるんだよ、これ。どちらかっていうと、なんか酸っぱいんで、甘くはないですね。あれ、光回線ちょっと、狂ったっけ？たまーに狂うんだよな、これ。俺、頼むぜ。さっきまでサイト表示できてたじゃん。頼むよ。
できねえし、くっそ。なんでだ。あ、できた。できました。ごめんなさい。ノンアル気分、ノンアルコールカクテル、チューハイテイスト、売り上げナンバーワンらしいですね。へぇ。で、味としてはカシスオレンジテイストと地中海レモン、巨峰サワーテイスト、地中海グレープフルーツ、ホワイトサワーテイスト、梅酒サワーテイスト、沖縄シークワーサー、ソルティードッグテイスト、ジンライムテイストとあります。ちょっとあれだな。酸っぱいですね。こんな酸っぱくないでしょ。白ワインってこんな酸っぱかったっけ？なんか、酢っていうか、梅っぽい味すんな。なんかあれだね。梅酢っぽい味する。ぶどう、まあ、確かにぶどう。うん、マスカットの香りはするんだけど、味としてはなんか、梅酢っぽい。梅酢っぽい味する。梅の酢っぽい味する。まあ、これに焼酎入れりゃまあいいんだけどさ。これに焼酎入れりゃほとんど梅酒っぽくなるな。若干。ただ、まあこのラインナップの中だと、俺が一番飲んでみたいってなると、ジンライムは若干飲んでみたいですけど、多分、まあどうなんだろうな。カシスオレンジテイストか。地中海レモンとか言われても絶対わからんから、これ絶対飲みたくないわ。この地中海レモンってやつ。もうね、レモンってね、地中海でもね、レモンでも何も変わんねえから、日本産のレモンと地中海産レモンなんてお前、何が違うっていう味でお前、分かったやつ、お前、絶対ないだろ。そんなの分からんでしょ。だから、それで考えれば、で、地中海グレープフルーツもこれ絶対わからんから、地中海に、ま、知らんわ。あと、ソルティードッグテイスト。まあ、これはでもソルティードッグってただの、塩を加えてあれしただけでしょ。グレープフルーツのやつでしょ。これはどうでもいいな。ジンライムちょっと飲んでみたいな。ジンライムはちょっと飲んでみたいけど、まあ、これは、ちょっと酸っぱいね。白ぶどうのくせに。あ、でも、味としてはかなり酸っぱいですね。まあ、コクはまあないでしょ。うん。コクはほぼないですね。確かに香りは白ぶどうで、まあ、いいんだけど、酸っぱいですね。
ホワイトワイン、白ワインってさ、こんな酸っぱい、まあでも、酸っぱいといえば酸っぱいのか。白ワインは確かに酸っぱいは酸っぱいのかな。若干な。まあでも、まあ別に進めるほどではない。1、2、4、3です。ご視聴ありがとうございました。